皆さんこんばんは。国防ニュース最前線の時間がやってまいりました。今日も伊藤俊幸元外相に解説をしていただきます。よろしくよろしくお願いします。韓国の、動きいちいちいろいろ気にし始めるきりがないんですけれどももう一つ話題になっていたのが在韓米軍の早期の撤退を推進するということを NSC で決めましたよと発表したと、結構それも、在韓米軍いなくなるのかって騒ぎになっていましたが、これはずっと言われてたんですよ ね、ですよね。というか進んでた事業なんですよね、これは。だから俺が逆に、もっと早く もっと早かったんですよ本来はですね。それを待ってっていう話になって、脅威があったからね、で韓国が待ってって言ってたんですよ。それがこの政権ってやめたいわけでしょ、だからある意味この発表は当たり前といえば当たり前で遅れてるから、進めましょうっていう話で、あとそれを言うともう一つは戦時政権ですね、その問題もずっとずっと本来は返還するということになっていましたが、いろいろポイントがあるんですけど、これまずですね、私は常に言ってるんですけど、韓国軍っていうのは、アメリカの軍事システムがないとそもそも戦えないんですよ。これをみんな知らないから、米韓同盟が破棄されるとか言うじゃないですか、破棄したら何もできない軍隊になっちゃうんですよ知ってます？この前もジーソミアの話をシステムって言いましたけど、ここなんですよ全部、このシステム上にぶら下がってるからみんないろんなことができる、これ何かというと、今やアメリカはこう敵も味方も何がやってるか全部知ってる状況版があって、それに基づいて指揮するんですよ。だからこれがなくなったらどこに何がいるのって感じになっちゃうから、韓国軍何もできないんですよ。私何で知ってるかというと見てますからね、ヨンピョン道に行って、あの中って海兵隊の基地なんですよ、中央司令部があって、そこの中入って見せてもらって、これアメリカのシステムじゃねえかこれって言って、そうこれで今度は向こうが来たらすぐに打ち返せるようにコンピューターにインプットしたって言って、前からやっときよって言ったんですけどねだからこそ強気でねいられるんですけど、そういえばなんか韓国空母作るとかいうなんか報道もこだったみたいですね、だからあれもだから海軍は昔から日本が持ってるものじゃないと予算配分できないからですよ。どういうことですか？だから韓国軍って自分、だから韓国の陸と空は本当に北の脅威ですよ、北のミサイルが来る、なんとかっていうのにどうって戦う、だって韓国だって北朝鮮にないでしょ、海軍、ゴミみたいなのしかないから、それを要請求したら査定ゼロですよ。ああ、そうか、じゃあやっぱり予算を獲得するためにも、実は日本でこういう船ができたらしいですけど、本当にバンバン作るんですよ。本当ですか？本当ですよ。これ言ってましたもん、はっきり言って。これ向こうから言いましたよ。で、私ら交流してるから、それこそトップとか、いや今回もやっぱりいい理由になったんですか、でもそのありがとう、いつも日本のおかげで出て、なんかもう今軍人同士こういう会話なんですよ、海軍と海上自衛隊、韓国海軍、防衛力整備っていうものどうなってるんですか、ね、そうじゃないといいもの買えないから。ああ、いや、であそこだから4対1対1でしょ、陸4に対して1対1なんですよ、兵力組成がね、っていうか大将も4人と陸4の海空1対1なんですね。だから僕らの頃はもう頻繁なこうパイプっていうかね、喋れる会話があったから、あれがあったから、もうぶっちゃけトークいっぱいするわけですあいつらいやもう日本のおかげでみたいな、だから仮想敵とかないんです、あいつら喋ってる会話。普通防衛力整備っていうのは脅威に対して、そんなにしたらゼロですよ、だって確かに、韓国海軍査定ゼロになっちゃうから。ああ、そこ、潜水艦にしてもなんでいるのってなるでしょ、イージス艦にしても、なんでいるのになるじゃん。考えてみたらそうですよね。だから日本が持ってるからなんですよ。そうすると大統領府世界でよしって言ったわけでも普通ね、やっぱり賢い政治家の人がいたらこれなんで必要なのっていう話に、言わないわね、日本が持ってるものは持たないかんっていう理屈が大事です。それは通ってしまうんだよね、あよっしゃみたいな感じで持て頑張れ。ただおっしゃる通り気持ち悪いでしょ、ね、だから知らない人とこうコミュニケーションがないと、なんだよと、日本かを食べかってこうなるでしょ、で確かに名前もね、しょうもない名前つけるじゃないですか。確かにだから私は正直だから心配してるのは、その幹部は大丈夫なんですよ、士官たちはちゃんとした教育受けてるし、広い視野持ってるし僕らとやれるけど、兵隊さんたちなんですよね。そう
そこだから当時そういう船に乗ってる人たちですよ、うちはだから日本に買った将軍の名前の船だとかですよね。下手するとそこにね5年6年乗ってるんですよ彼らは、はいはい、そこに1年か2年で変わる士官が来て、それで彼らがそういうのをキュッと抑えて、そうじゃねえぞって言って多分教えるんですよ。でこのバカがつくとリーダー照射みたいになる。私はだからあの感じバカだったんですよ。じゃあ下手したらそういう、うん、あの勘違い動きたちはね、その竹島をめぐって日本とねやり合うかもとぐらいに思ってるかもしれない、そうだからそれが危ないんですよ。そこが危ない。だから本当に整備を防衛力整備してる、軍事力整備してる賢い幹部と、はいはい、そうじゃないレベルにギャップがいずれ生じるんですよ、これがおっしゃるように皆さんが心配するようなものになる可能性十分あるんですね、はい、だから日本だってもともとアメリカ海軍はあるいはあのね116ですか、はい、あれも含めて海軍の防衛力整備上アメリカをってやってなきゃいかんかったんですよ、はい、でそれが仮想的のうちに本当的になっちゃったでしょ、そうですね、はい、だこの気持ち悪さはあるんですよ、でましてこういう政権でしょ、文政権みたいなのだと本当になんか変になっちゃうんじゃないのっていう危惧があるのは事実です。ただ本当の海軍の韓国海軍の賢い上の方の士官たちはあんなこと考えてないですよ。もうぶっちゃけトークしますから、してましたからね、うん、我々、まあ、ちょっと話戻ると当然のごとく在韓米軍がいなくなるということはまあ致命的だということはまあ重々分かってる、分かってるのは韓国の軍 の, 上層部の軍の、そうです、だから将軍たちはみんな分かってますよ、だからさっき言ったのもシステムがないとダメなのも分かってて、だからそうすると米韓同盟が壊れる、はい、あり得るんですね、あり得るというかあのアメリカ引きたいって言うでしょ、引くというのは前線に要するに朝鮮半島にアメリカ兵を残すのをやめるってことですよ、はいはい、ただ同盟関係は残ったまま離れたところからコントロールするんですよ、はい、アメリカは。だそれが私がちょうどワシントンにいた頃の2002年ですかね、あの頃のラムズフェルドがやろうとしてる、そうですよね、はい、だからまさに在韓米軍司令官と在日米軍司令官を一人にして日本に置き、要するにだからあの朝鮮半島から離すんですよ、はい、で兵力も離して、そしてここから全体を指揮して、で彼らはまさにそのコンピューターのじゃつながってますからね、どうもアメリカの命令のままなんですよ、自分で戦うと言いながらアメリカの支援がないとできないから戦いが、はいはい、で空襲なんか特にアメリカの力でしょ、あとアメリカは自分の兵力が自分のアメリカ人の兵隊さんが傷つくことなく叩き込むだけ叩き込めるわけですよ、空襲で離れたところから、で現場で戦うのは、はい、韓国軍頑張れと、という意味では本当にニーズ合うんですよ、引くということに関しては。でもこれは米韓同盟が破棄される形ではないんですよ、はいはい、ここが誤解されてるんですね、まあ、そういう依存してるような、ね、状態でありながら青瓦台の方はもうあの米軍撤退とかもそういうのを勢いよく拳を上げて、はい、いたりとかして、でしかもね今回あのハリスさんにも随分なんか失礼なことを言ってですねあのまだシュライバーとか言いたいこと言ったからでしょ、ああまあ確かに、はい、竹島のことに関してもね、はい、言及したりとか、まあ、今までねあんまり言ったことがなかったのにそこまでの非生産的な、彼が新日の代表ですか、あ、まあ、そういうのがちょっと私がいた時になったらアーミテージグループの、あそうですか、海軍大辞めてアーミテージのとこ入って、これからよろしくお願いしますみたいな、うん、まあ、今まさにやってますから、はい、それはあのもう完全に頭日本の方だからそれを知ってる韓国がカチンときていろいろ言わせたんでしょう、うん、よく言うなって思いますけど、言うこと自体がね日本人の感覚からするとちょっとなんかありえないっていう感じもしましたけど、まあひどいですよね、でもハリスも呆れてんじゃないですかね、ハリスさんもツイッターではねハンバーガー食べてる写真をアップしてたぐらいですけどこんなやつらと相手したくねえわという感じでしょそういう意思表示かなっていう気はしましたけどね、むしろ君たちどうでもいいしみたいな、いやまあ講演はねやめて、在郷軍人会の講演もやめたそうですが、まあまあいずれにしろあのまあ一方ですね、北朝鮮ですね、北朝鮮がのミサイルを撃ったりとかしているんですけど、これに関してはあの今一説にはこの兵器をなんかアメリカそっくりの使ってるとか、なんかこれ韓国から流れたんじゃないかなって噂も、原武2号がそのまま、ね、掴んでるじゃない、あの K23 ですか、K23 とかね、はい、まあ、だから私逆だと思ってて、だから少なくともどっちもアメリカが絡んでる韓国からそんな軍事のが流れてたらね、あの日なんじゃ済まないですよ。そう
ですよ。そうそうそう、あんな軽い日なんじゃないですよ、はいはいはい、ふざけるなんですよね、うんうん、それこそ米韓同盟破棄に至るぐらいのインパクトのある話になっちゃうんですよ、まして F35 なんてね、渡さないし、はい、そう秘密の塊ですからね、はい、そんなデタラメな秘密管理のところなんかには出せないから、武器ってそんな簡単に流れるもんじゃないんですよ、うん、でそれよりも私が見てるのは全部北朝鮮の入ってくるのはもうロシアですよ、うん、ロシア、ウクライナ、はい、あもともとそういうリクルートしたね、はい、冷戦末期にリクルートした人たちがいるから、はい、このパイプでみんな入ってくるんですよ、はい、だこれが今新しいミサイルの方向に来てるってことでしょ、うん、代替しなきゃいけないからね、スカッドとかノドンとかもう 何十年50年前ぐらいでしょ、もう50年前のミサイルですよ、本当に飛ぶのかなって感じですよね、それがそのアメリカそっくりだっていうのは、まあ外側ですよ、だって要するに塗装でしょ、塗装なんかいくらでもできるじゃないですか、なるほど、まあ、見た目だけの話だから、じゃあそのあのエータブスですか、うん、の特徴と同じ飛行をしたんですか、うん、そういうじゃあ炎の色はそうだったのかとかさ、そんなの誰も分析してないでしょ、確かに、ね、だからはっきり言ってミサイル専門家が全くコメントしてないんですよ、これに関して、でとんでも情報だけですよ、うん、確かに本当に、ね、日本でもとんでも情報を長澤の人が言ってるでしょもうね、お願いだからね、いろんな錯綜してますから、そう同じそのね、元自衛隊と言って信じちゃダメですよ皆さん、だって現役の時やってないんだから、彼元自衛官ってたくさんいますからね、そう、で情報本部にいたかもしれないけど、ミサイルやってない人だから、あの人、なるほど、だから、ね、驚くですよね、だから同じレベルですよ、とんでも情報から適当なこと言ってる評論家だとか、あのネットに飛び交ってるのと同じレベルのが元自衛官というだけで飛び交うでしょ、やっぱりあのこの手の情報って皆さんこう分からないだけに、あの肩書きで一応引っ張られるじゃないですか、だから皆さん本当にあのこの番組でぜひ確認していただきたいのは、あの本当に詐欺まがいの話じゃないですけれども、塗装はいくらでもできるんだから、要するにあれ2連ね、ああいう 2連で、飛ばすミサイルというのは確かに珍しいんですよ、だからそれが韓国とかアメリカが持ってるのと同じだっていうだけで、逆に言うと私、北朝鮮は韓国が持ってるから同じようなものを作れっていう、いやそっちの命令だと思いますよ、だってあの写真で撮られるわけですし、見せられますからね、PR できる、そっちの方がメインなんですよ、それこそ情報戦ですよね、そうです、でそれを特に韓国とか北朝鮮の軍部に示して鼓舞するっていうかね、はい、そっちだと思いますよ、根っこで根元の技術は全部ロシアなんですよ、ね、はいはい、いやでもいわゆる軍人の普通の常識ですよ、こんなのは。でもちょっといろんな情報で、まあ、こうなんか不安を煽るような情報も言う人がね多いので、それでもちょっと気をつけたいところですけど、はい、そもそもこの北がこれだけなんかバン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 撃ってる、その理由っていうか、なんでこんなにこう腹を立ててるのかっていうのは、やっぱりこのもちろん演習をやってるからだと思うんですけど、はい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 、これまず今回もなんで、あのこの演習が気に入らんって言ったでしょ、これなぜかというと、はい、これ前も話したと思いますけど、あの韓国とアメリカの米韓同盟 の春と夏にやる演習っていうのは、はい、これどちらもメインは頭上演習、はい、頭の体操ですよ、はい、で春は米韓チームでやるんですよ、はい、だから一緒になって本来の戦うっていう、で夏は韓国軍にだけやらせるんですよ、でアメリカ軍はこれ見てて先生やるんですよ、はい、で今の判断品じゃねえのみたいな感じでやらせてて、うんうん、だ韓国の人たちだけで、韓国の兵隊軍人だけで戦えるかどうか、北朝鮮とか、はい、でしょ、だからこれってその政治統制権の移管後ですよ、だからシステムはアメリカのシステムなんですよ、はい、だから先ほど言ったようにアメリカは常に遠隔でも韓国も操作で、うん、あの、はい、コントロールできるんですよ、自分たちいなくても、はい、その形を作るんですね、はい、だから陸軍兵力同士ぶつかる時もこのアメリカのシステムですよ、でやれと。でもこれって北朝鮮との戦争シナリオでしょ、うん、だからキムちゃんから言えばね、あのムン大統領、お前はあの、うん、俺と一緒になってこれから平和をって言ったじゃないかと、握手してきたのに、北朝鮮と戦争してやっつけるシナリオでこの一週間やったわけでしょ、うん、怒るでしょ二枚舌だと、こんな嘘つきは見たことないっていうのは全部それですよ、はい、私すっごいよく分かっちゃった片方で一緒にって言っときながら、お前をやっつけるための作戦をやりましたって言ってるんだから、
二度と口なんか聞かないって言いたくなるんでしょ。そうですね、まあ普通の感情ですよね。だから北朝鮮の普通の感情と私は思いました、はい、いや私もだからなんかちょっとこう言ったら大変ちょっと申し訳ないのかもしれないんですけど、そんなに日本がそのこう今ここに来て急になんで北朝鮮こんなことするんだってこう怒ってる方がなんかちょっとこう消せないとこもあって、もともと、もともとやってるんですよ。やってますし、だからやっぱりそのどうしてもトランプさんがね怒らないから悪いって、なんかそれちょっとなんかトランプさんが怒らないことにこう、これで一昨年は やめたんですよ。だからこのどちらの演習も、でこれを2回目がこけたから、はい、2回目の米朝協調がこけたからまた14演習だけやりだしたんですね、はい、これ逆に軍からすると頭の体操だけやっとかないと、あれやっぱり人事交流で人事交代で特に幹部は変わるんですよ。経験しないまま上がってあれが一番大きいんですよ、はい、だから我々もぶっちゃけそこが一番大変で、はい、だから同じことを毎回でもやらないと青ばっかりになるからね、本当特に幹部士官たちの頭、まあ、いわゆるなんかゆとり世代じゃないですけど、ね、演習にゆとりのあった世代になっちゃいますからね、だから本当ですね、頭の体操しないとダメなんですよ、だから多分必要だということで、はいはい、軍の強い要請で やったんですね。だから必要なんですよ、うんうんうん、まあなのでそういう意味では、まあ、日本にしてもね、まあ、ある種、まあ、北朝鮮がある程度こうもうやってる方が、まあ、日本もなんとかしなくちゃって意識が高まってる部分も私ちょっとあるのかなって個人的に思っていて、これ何もやなんてもう北朝鮮大丈夫なんじゃないかなって結構言い出す人がいますからね。そうそうそう、大丈夫じゃないんですよ、北朝鮮はだから今こういうのに対してミサイル撃つのと同時に、はい、あれでまさに戦争準備ですからね。そうですね、今だから3種類、はい、あるいは4種類撃ってるのは、新しいミサイル、これは全部戦術ミサイルっていうでしょ、はい、まさに朝鮮半島で戦争になったら戦争で使うミサイルですよ、はい、だからあの核ミサイルというのはなかなかね、さすがに全滅しちゃうからですね、どっちも下手すると、はい、だからそこは手出さないけど、うん、通常戦争だったらあり得るわけですよ、はい、でその時に使うミサイルを新型を今3種類持ってきて、今それの試作段階なんですね、はい、でそれの実験をやってるんですよ、うん、で特にそれが例えばイスカンデルみたいなのは一番奥まで届くし、はい、そのなんですか、陸軍と同じような、あの韓国陸軍と同じようだっていうのは真ん中に届くし、はい、から手前と、だから3段階のところに届くものが新型になって、これで今テストをしてるんですよ、はい、だからしっかりと戦争準備してるってことですよ。そういうことですね、向こうで、はいはい、それが準備なんですよ、はい、でそれをだからこそ韓国は特に情報部は、特に後半くねくねって回るわけだから、はい、このくねくねの部分のどう飛ぶかが知りたくてしょうがないんですよ。断着の前ですね、はいはい、これで初めてですからね、はい、だから G ソベアやめちゃダメって言って、うん、特に、7月の後半ですかね、二十何日の時のミサイルはあのではなくて、7月の後半のミサイルって日本からの情報によって距離を修正したっていう記事が出たでしょ、はい、あるのが明らかに本当は G ソベアをやめちゃダメですよっていう、はい、メッセージのためになるほど、もうわざとやったりリークですよ、あれは。だってわざわざ日本のって言う必要ないんだから。いや別に日本もやっぱり実は知らず知らずにそういう情報戦をやっているってこと、はい、いやいや韓国がですよ。あ、韓国、韓国の人たちが欲しいって言ったんですよ、はい、あ、そうですね、韓国が流したリークですから、はいはい、韓国の報道で出たんですよ、だからこの前のミサイルだって日本が先に発表したように、はい、実は着弾のところはいち早く分かってるのは日本です、はい、水平線のこっち側だから。でも水平線の向こう側だからこういうレーダーだとどうしても韓国が見えないんですね、だからどこに落ちたか知らないんですよ常に。今一生懸命実験やられてるけど、はい、だからそこを知らないと韓国の情報部は困っちゃうわけでしょ、いざという時それが飛んでくるの、こっち自分に飛んでくるんだから。だからその後半の部分は日本に頼らざるを得ないから、はい、だからこんなの切っちゃダメって言ったのがあのリークなんですよ、うん、日本も知ってても韓国に出させたりとかするそういう調整をねしてるっていう。ちょっと最後にあの中国があのイージス艦を模してその戦闘機が標的にしてですね、はいはいはい、訓練をしてたって自衛隊は知ってたのに発表してなかったなんて報道もありましたけどね。あれもだから別に海上自衛隊にとってはそういう具体的な動きがなかったんですよ、うん、要するに実際に我々特に作戦面の人間からすると相手の行動がどうだったのかが全てであって、はいはい、スーッと飛んできながら
講話で何か言ってるのなんかは、うん、あそうだけの話なんですよ、うん、その自由でしょ喋ってるの、はい、で、あれは本当絶対喋っちゃいけない情報の世界の話が抜けたって話ですよ。逆にそれ漏れたことが情報漏洩ですよ、あれ、あの記事は。そうですね、誰かが言わなかったら分かんないですよね。そうです、これいるんですよ、あれ共同通信でしょ、有名な記者がいて共同の配信なんですけど、あれがだから常に悪さするんですよ。また結局じゃあ人の口は軽いっていうのが今回も結論になりそうなんですけども、本当ね、この世界は喋っちゃダメなんですよ、でも喋っちゃう人がいるっていうことですよね。そうです、私が今ギリギリでこう止めてますから喋ってる。そうですね、はい、その調整はやっぱり難しいですよね、はい、両方知らないとね、はい、言っていいことと悪いことを知ってるとこれができるんですけど、うんうん、それが分からないとみんなサービスして喋っちゃったり、はいはい、逆に全部言えませんっていうか、このどっちかの両極端にみんななってるから、だからよくそういう情報を持ってたのに発表しなかったってことが騒がれたりとか問題視されたりするんですけど、むしろ日本の安全保障上はそういう情報が漏れたことの方が問題なんですよ。これもアメリカからの信頼にも関わってくる問題になっちゃうので、実は非常に大きい、あのそっちの方が問題ですか、ね、こっちが問題ってことですね、はい、今日はあのいろんな情報に惑わされない、問題はどっちかちゃんと焦点を見るということがよくわかりました。また解説お願いします。ありがとうございました、はい。